番線です。材料の方は全て円盤線してます。でお魚のアラは、VR ベースですから、皆さん海の中ご存知だと思いますけど、中層より上とかいうよりも下にいる根魚系です。カサゴとか今だったらアンコとかマトガイですとか VR ベースを本当に使うような材料があると、美味しくなります。ニンニクの方は、銃の時は銃を取る時は一つ一つ外して皮付きのまま叩いたアイロンシミールという方法でいきます。でブイヤベースとかポンとかの時には横に切ったもので早く香りを出すようにします。横に切ります。これを切りまして香りが出るまでです。今強火です。